板の裏にいるのはセブンじゃないか。おいセブン、そんなところで何やってるんだ。シー、大きな声で呼ばないでよ。セブン、ここにいたのか。ピュースメラギ君に見つかっちゃった。さあ早くこちらへ。今日はミニライブがあると言っただろう。でもそれってみんなが勝手に決めたことでしょ。私は新エリアの攻略を進めたいの。今はシャムロックがクエスト攻略のトップを走ってるけど、他の有力なギルドが追いついてきてるって聞いてるよ。噂だと今頭角を現している凄腕のプレイヤーが。セブン、今は時間がない。話は後で聞こう。おいあんた、あんまり無理強いするなよ。なんだ貴様か。一階のプレイヤー風情が口を挟むな。シャムロックのギルドマスターが歌う歌は共存と平和がテーマなんだろ。なら一階のプレイヤーにも発言させろよ。なんだと。ああ、もうやめてよスメラギ君。分かったから、もう行くから。君も恐れ知らずだな。スメラギ君にそんな口を聞いたのはあの友人将軍くらいよ。お褒めに預かり光栄だな。さあセブン、行くぞ。急いでくれ。君、この間の話誰にも言っちゃダメだからね。まあ分かってるさ。じゃあまたねキリト君。ああセブンは大変だな。なあみんな、これから新しく解放された島の攻略について。そうね、行きましょう。シノンと私からプレゼントがあるんだけど、受け取ってくれる？俺に？なんで？キリトには日頃からお世話になってるからね。感謝の気持ちだよ。そんな、わざわざいいのに。遠慮しないで、大したものじゃないから。そうそう。やけにニヤニヤしてないか。なんだか嫌な予感がするんだけど。あら、女の子二人が一生懸命作ったものを受け取らない気なの。いや、ありがたくもらっておくよ。じゃあ、はい、これプレゼント。何これ？スムージーだよ。キリトのために私たちが作ったんだ。何よその顔、嬉しくなさそうね。そんなことはないよ。それにしてもこれ何が入ってるんだ。土色でドロドロしてて。泥？失礼ね。食べられないものは入れてないわ。攻略に勤しむキリトが元気になるように勢力がつくものを入れたのよ。具体的に入れたものを言わないあたり、やっぱり怪しいんだが。まあつべこべ言わずに飲んでみなさいよ。ああ、わかった。それじゃあいただきます。おそらくフィリアのいたずらにシノンが悪乗りしたんだろうな。どうしたの？遠慮しなくていいわよ。こうなったら一気に行くか。なんだこれ、あ、苦っ。しかもまず
笑い事じゃ済まないレベルだぞこれ。どうすればこんな味のものができるんだ。企業秘密です。今日はいいもの見れちゃった。それじゃあね。予想以上の反応で面白かったわ。またね。ちょっと二人とも、ま、あ、クライン、こんなところにいたのね。実はプレゼントがあって。クライン、ダメだ、それは罠だ。舌がしびれてきた。あの二人、覚えてろよ。どうしたストレア、いつにも増して嬉しそうだな。それはね、シリカに相談に乗ってほしいって言われたからだよ。今までそんな感じで頼られたことってあんまりなかったから。なるほど、それで上機嫌なのか。一体何を相談されたんだ。シリカが悩んでるのは胸が…え、話じゃないって言ってたじゃない。だったらキリトに話しても問題ないでしょ。問題終わりです。なんで、なんでって。それはキリトさんは男の人で、やっぱりこういうことを聞かれるのは。そうだな、そんなに落ち込む必要ないと思うぞ。もういいです。所詮胸の大きい人にはわからないんです。おい、シリカ。言っちゃった。的確なアドバイスをしたと思ったんだけどな。シリカ、どう考えても人選ミスだろ。みんな集まったね。それじゃ、感情氷山フロスヒルデの攻略について話し合うか。一周回ってみたけど、結構高い山がたくさんあったわよね。高度制限があるから行けないエリアが多いね。
今行けるダンジョンから攻略していけばいいんじゃない？そうね、攻略を進めていけばコード制限を解除するクエストもあると思うし。それじゃあ天衣門の近くから攻略していこうぜ。あと島の中央に装置がありましたよね。あれは何だったんでしょう。攻略に関係するものだと思うけど、ちゃんと見てみないと分かんないよね。そうだな。それじゃあまずは天衣門から近いダンジョンと島の中央にあった装置について調べてみるか。オッケー、それじゃあ攻略の準備しよっか。バトルに備えて回復アイテムの補充をしておいた方がいいですね。装備の点検もしておかなくちゃね。キリト君はどうする？キリト、ちょっと手伝ってほしいことがあるから残ってくれるか。別にいいけど。じゃあみんな一時解散。また後でね。ところでわざとらしく俺だけ残してどうしたんだ？いや、店の前からお前のことを見ているらしき少女がいてな。あの子だよ。おお、工房の中に喫茶店があるなんて珍しいわね。なんだこの子、どっかで見たような。マスター、キリト君って知らない？スプリガンの子なんだけど。セブン、あ、やっと見つけた。あなたのことを探してたのよ。探してたって、君一人でこんなところに来て大丈夫なのか？シャムロックのお付きの奴ら。うんうん、今日は一人で来たんだ、キリト君に会うためにね。俺にか。そうか、会いに来てくれて嬉しいよ。俺も君ともっと話したかったんだ。そうなのね、実は私もなの。キリト君、この間の話とか勝手に誰かに広めちゃったりしてない？言ってないよ、そういう約束だろ。約束、そうね。おい、キリト、この子はもしかして。ああ、この間街で偶然顔見知りになったんだ。すまん、エギル、このことはみんなには。ああ、わかってる。黙っておくよ。騒ぎを大きくするわけにはいかないもんね。マスター、よろしくね。それでセブン、早速なんだけど、俺は君の博士としての。おい、なんだか外が騒がしいぞ。シャムロックの奴らに嗅ぎつけられたんじゃないのか？どうやらそうみたいね。今日のところは退散するわ。また遊びに来るわね、キリト君。ああ、ぜひまた来てくれ。あ、お兄ちゃんとエギルさん。リーファ、もう攻略の準備は終わったのか？うん、バッチリだよ。お兄ちゃんの方は？こっちも用は済んだよ。そっか、それじゃあ今からフロスヒルデに行こうよ。そうだな、天衣門近くのダンジョンと島の中央の装置を調べるんだってな。ああ、行ってみよう。